ですかね。はい、それでは、千二百二十七お願いします。主が家を建てるのでなければ建てるもの主は町を守るのでなければ守るもの見張りは虚しい。あなた方が早く起きても遅く休むのの主役は神を誰でも恐れる。You
者として使命に生きる。主よ来てください、主よ来てください、主よ来てください、永遠の希望に満ち、あなたを待ち望む、あなたを待ち望む。あなた方は与えられた言葉を信じて告白し、その言葉に信じて歩んでいくとき、あなた方は私の言葉の真実を見、私の言葉の力を見ていくであろう。私は私の言葉を通して愛を与え、恵みを与え、力を与え、栄光を表していこうと主を仰います。私の言葉をしっかりと握り、私の言葉に立って進み続けなさい。また私の言葉を恐れずに大胆に語り続けなさい。あなた方は私のことを告白し、語っていくとき、解き放っていくとき、私の栄光と力が現れてくると主は仰せられます。このあなたが小さなこの促しに従って歩むとき、あなたは居場所を見つけるであろうと主は言われます。このあなたが本来いるべき場所があり、私はそれを用意していると主は言われます。教会の恵みを豊かに受けなさい。私は教会を通して私の愛と恵みをあなたの地にあふれることに注ぎ、私は教会を通してあなたの人生に対する計画を開き、教会を通して私のこの愛の時代における働きを具体的に開いていこう。それは重荷とはならず、あなたにとって喜びとなり祝福となる。あなたが見る主の栄光はあなたの思いと願いを超えていくであろうと知られます。この愛の時代、私は全世界にあなた方を使わし、全世界においてあなた方を用いていこうと知られます。私に聞きなさい。自分で考えることではなく私に聞きなさい。その中で私はあなたに語り、あなたに示そうと主は仰せられます。喜びの油。Hallelujah, 主の下辺たちの喜びを踊れ。主は我らと共に
許して愛してくださる永遠の命受けて喜び溢れゆく。ハレルヤ、主のしもべたちよ、主の栄光を褒めたたえよ。ハレルヤ、主のしもべたちよ、喜び叫べ、心を尽くして、心を尽くして。いや、愛する天のお父様、ご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。問われた人一人をありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。被災チームを無事に戻してくださってありがとうございます。与えた言葉をありがとうございます。今から今年度与えた言葉を共に分かっちゃっていきますけれども、聖霊様はその言葉を一人一人の心に刻んでくださり、あなたが用意したら祝福と勝利を共に出ることができるようにどうぞ導いてください。どうぞ聖霊様はご自由に語り、この時必要な礼を例えを持って聖霊様を豊かに導いてください。語る者の心を減り下ります。主はあなたに期待いたします。信じて感謝して、主を愛して、そのお名前によってお祈りいたします。アメン。